はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。老化すると鼻がでかくなっちゃう理由を教えてくださいということなんですけれども、と思ってですね、私もいろいろインターネットの画像なんですけど調べてみました。ディレクターが持ってきた写真も調べてみました。日本人だったらお笑いで有名な人の写真が出てるとですね、確かに鼻がでかくなってるように見えるっていうか、確実にでかくなってるんですね。このお笑いの人っていうのは若い頃に比べて鼻がでかくなったという評判の人なので、まあすぐに画像検索で出てきたんですけれども、海外のですねミッションインポッシブルという映画で、出てた、これも有名なイケメンなんですけれども、その人の鼻も、過去の、まあ、20代前世紀の頃の画像と今もう65歳ぐらいなんじゃないかな、私よりも、ちょっと上ぐらいなので見たんですけど、確かにさん、これはもうちょっとそんなことあるわけないだろうっていうような話ってくくれる話じゃないので、どうしようかなと思ってで動画を撮ってるんですけども、世の中にはいろんな説があるんですね。まあもちろんその、ウェブサイトとかですね YouTube とか調べると、まあ鼻がでかくなるっていうのはもう通説みたいになって、年を取るとですね通説みたいになって、その理由と対処法みたいなのがいっぱい出るんですけども、大きく分けるとですね、鼻の骨が痩せる、顔の骨が痩せてちっちゃくなるので、鼻の皮膚が余って横に平べったくスライムのようにベニョンとなるみたいな説、それから、鼻の周りの皮膚がたるむ、まあこれも同じようなんですけども、まあ皮膚がたるんで、まあスライムのようにベチャッと平坦になって、でかくなるみたいな、そういうような説なんですけども、皮膚がたるむのという説はある程度は当てはまるのかなと思うんですけど、骨が痩せるということはですね、何回も言うように骨は密度は低下する、まあそれを日本語で痩せるという表現は使うんですけれども、痩せていってちっちゃくなるということはないです。外見から見る骨の形形状というのは変わらないですね。でこれはもう非常に医学の常識なので、骨単独で存在しているのではなくて、骨に腱とかですね神経とか全部張り付いて全部サイズダウンしていくわけじゃない。で骨だけがサイズダウンしていくと、その関節を構成する関節包とかですね関節軟骨とかも同じように同じ比率でサイズダウンしておかないと関節って機能しませんから、基本的に骨というものはちっちゃくならないです。密度は低下する。ただその骨が痩せていくっていう説はですね、ある種の整体師さんによって非常にまことしやかに言われてるんですけども、我々のその、まあ、整形外科形成外科を習った身からすると全て嘘っぱちということになります。でもし本当だとしたらね、単純な質問なんですけど、人の身長ってそれから人の手の長さって、年を取ってるからどんどん痩せていって手が短くなってくる、足が短くなってくるとか、胴体が短くなってくる、顔がちっちゃくなってくる、鼻がちっちゃくなってくる、ありえませんので、もちろん密度は低下するんですけども、外形的なシルエットはほぼ不変というふうに考えていただいていいと思います。ですので骨が痩せるとか骨を矯正するとか、まことしやかに医学用語を使って言っている素人がすごく氾濫してるんですけど、これは信じないでほしいというようなことは一点言えると思います。大胸骨筋とかですね、小骨筋とか小筋とかですね、数尾筋とか、これ医学用語バンバン並べて言ってるんですけど、どこからそれを拾ってきたのって、どこからそれをコピペしたのみたいな、そんなような動画がもうほとんど 100% ですので、老化すると鼻がでかくなっちゃう理由は顔の骨が変形するからではないということは事実なんですね。皮膚っていうのは当然その外から見えている皮膚があるんですけど、皮膚というのは真皮、表皮、皮下組織というようなものから成り立っています。まあ、皮膚があって皮下組織があって、その下にスマスと言われているスーパーフィシュアルムスクロアポネオロティックシステムというような顔に独特の筋膜構造があります。でこの中に表情筋が埋め込まれて、その表情筋の揺らぎが、運動がスマスの揺らぎになって表情が出るというふうに、言われていると、まあ、解剖学的にもう通説になっています。で、まあ、スマスと呼ばれる表情筋の膜があって、その下に、いわゆる骨格筋である後筋とかですね、いわゆる骨格筋と呼ばれる後筋とか、そのようなものがあって、その下に骨があるという。で
このすべてが、老化ということによってリガメント、腱が緩んだりとかですね、それから筋肉が痩せたりとか皮下脂肪が痩せたりとか皮下脂肪のリガメントが痩せ細ってきたり神秘が薄くなってきたりすることによって総合的にやっぱり、顔の変化というのは起こってくると思います。当然鼻だけではなくてですね、自分自身も子供の頃の写真を見ると全然自分の顔が違う、これ鼻だけが変わってるのではなくて全体が変わってるのかなと思います。これはもう、医学の常識ですので、骨が云々して骨が変形していくなんてことは考えない方がいいのかな。まあでもいろいろ言ってきたんですけど、やっぱり鼻がでかくなってるよね。これ結論から言ってしまうと分かんないです。申し訳ございません。ただでもでっかくなるよね。でっかくなるね。